はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時半になりましたね。6月7日の月曜日でございまして、まったりとした午後を過ごしてます。もう喉階段でもうビール系飲料もう1本飲んでしまいましたよね。昼寝できひんかなと思ってるんですけど、昼寝できませんね。はい、行きましょう。うかとしてたんですけども、昨日が6月6日でございまして、6月6日と言いますとですね、まあダミアンの日っていう人も思う人もいるんですけども、実は1944年と言いますから、今から何年前ですか、77年前になるんでしょうかね。77年前の昨日ですね、ノルマンディ上陸という日でございまして、フランスのですね、どうでしょう、西北、パリの西北ですね、200キロぐらい離れてるかなと思いますけど、ノルマンディ海岸というのがございまして、ここに連合軍がですね、約十何万人ですか、上陸をいたしまして、第二戦線が開かれたという日でございます。第二戦線、第一戦線は何かというと、東部戦線でございまして、ドイツがですね、ソ連に攻め込んで、東側で、ものすごい戦争をしておりました。1941年の6月に攻め込んで以来ですね、こう激しい戦いをしておりました。で、当時ソ連の大将はですね、スターリンという人類史上最も邪悪な男と言ってもいいでしょうね。彼はヒトラーよりも立ちが悪い。あ、でもあれですね、毛沢東の方がもっと立ちが悪いかもしれませんね。まあまあ、そのまま置いといて、まあ人類史上有数のこう邪悪な彼がいるがためにおいて生涯を全うできなかった人はおそらく3000万はくだらないと思いますね。控えめに見て3000万ですね。そのスターリンが率いるソ連がですね、ヒトラー率いるドイツ、ナチスドイツと戦いましてですね、それが第一戦線ですね。実は第二次世界大戦の主戦場はこちらです。ドイツ対ソ連ですね、この激しく戦っておりました。そのソ連のスターリンがですね、しっきりとですね、もうしんどいわと、その、まあ、ナチス、ドイツ強いですからね、戦いどもですね、次から次へとこうやってきてですね、かなり強い手強い相手、かなり疲弊をしておりました、スターリンが。で、しきりとですね、まあ、連合国同士はですね、会合を開きますんで、そこで、早く、その、第二戦線開けよというわけですね。つまり、自分たちは東側で戦ってるけど、こう、西側で早くもっと戦線開けよと。まあ、アメリカ軍はですね、1943年頃にイタリアに上陸しておりまして、あるいは、44年、南フランスにも上陸してたと思うんですけども、こっちはですね、なんて言いますかね、ドイツ本国になだれ込むにはですね、アルプス山脈というのを越えなきゃいけないわけですね。アルプス山脈を越えなきゃいけないので、なかなかこう大軍でそのなだれ込めないでところがございます。ところがですね、こう、あれですね、イギリスの向かい側の海岸、あれなんて言うんでしょうね、北海、バルト海、北海ですか、北海、あるいは大西洋の沿岸に、連合軍が上陸すればですね、もうその後は平原、まあ、マジノ戦とかあるんですけど、まあ平らなところをずっと進んでですね、そのベルリンまで行けると、大体はベルリンまで行ける。ちょっと国境エリアに山があったりします、山というか、なだらかな丘があったりしますけど、大体行けるから、早くそこに上陸せ、早く第二戦線開けと言ってたんですけども、これはまあ、さまざまな攻め合いがございまして、で、1944年の6月6日にやっとこさノルマンディにですね、連合軍が上陸をいたしました。その連合軍と申しますのは主にはアメリカでございます。主にはアメリカ軍で、イギリス軍も上陸をいたしました。で、実はアメリカ、イギリスの他にですね、カナダ軍というのもいますし、フランス、ドゴール率いるですね、フランス、自由フランス軍というのもいます。あるいはですね、ポーランド軍といいます。これは1939年に侵攻されましたポーランドから逃げていった人々が作った軍隊でございます。大変報われない戦いでした。ポーランドはその後ですね、ソ連圏に入ってですね、散々な目に遭います。でもこの時ノルマンディで戦ったポーランド軍の人たちはどうでしょうね、本国に帰った人は いないことはないでしょうけども、非常に少なかったんです。よく戦いましたよ、ポーランド軍。
実によく戦いました。ある意味私はね、ポーランド人というものに対して、敬意を持ちます。この時の戦いであるとか、あるいはバトル・オブ・ブリテンというのが1940年やったかな、にポーランド軍のパイロットも多数参加しておりました。もうイギリスというのはもともと人が足りない国ですからね、どんどんそういう外国から来た人を受け入れる訴状がございます。ポーランド軍の部隊も上陸をいたしました。この6月6日のこの日にはですね、こう嵐、前の日は嵐だったと言われてますね、6月5日。6月6日明けて曇り空、どん天の中でですね、上陸作戦が開始されまして、ノルマンディ地方を守っておりますのドイツ軍の首相はロンメル、あの砂漠の狐と言われた名将ですね、このロンメルがたまたま不在でございました、6月6日で士気がですねちょっとこう滞ったと。でロンメルは奴らはノルマンディに来るだろうというふうに予想してたと言われていますが、ヒトラーは全然予想してませんでした。ヒトラーは寝ておりました。早く起こしてですね、機甲師団を投入していれば、あるいはノルマンディ作戦は失敗に終わったかもしれないと言われておりますが、この時のヒトラーはとんでもない王様でしてですね、側近に寝てるところを起こされようもんなら、キャン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 こう怒鳴り散らすヒステリックな男になっていたようでございまして、側近が起こすのははばかったと。その間作戦が進んだと言われています。で必ずしもですね、連合軍の意図した通りに作戦が進んだわけではなく、かなりこうもたもたします。でアメリカ軍はですね、ノルマンディの海岸をいくつか、オマハビーチとかユタビーチとか名付けてですね、自分のところの州やんそれはと行くんですけども、ちょっと潮流が邪魔しましてですね、上流行く用州艇がですね、目指したその防備の薄い海岸ではなくて防備の濃い海岸にですねついてしまったりしてですね、まあいろんな不都合がございます。で一方、ちょっとした内陸、ノルマンディの海岸から内陸にはですね、アメリカの2つの空挺師団、101空挺師団と82空挺師団というのが降下します。このノルマンディ作戦において、この101空挺師団、82空挺師団っていうこの2つの空挺師団が有名を馳せます。いや、その今でもですね、101空挺師団、82空挺師団というアメリカの最先鋒でございます。一番強いとされているアメリカ陸軍の最精鋭でございます。101、82とも第一師団ですけども、最精鋭でございまして、これがですね展開をいたします。映画史上最大の作戦というモノクロのですね映画がありまして、私大好きで、もうなんでしょうね、4、5回は見たと思いますけど、この101空挺師団を率いている将軍がですね、ジョン・ウェインを演じておりましてですね、この方もですね、一緒に落下山で降りたんですけど、足をくじいてしまいます。足をくじいてですね、その足を引きずりながら、あるいはこう車に乗りながらこう指揮をしている場面っていうのは有名な場面が出てきますけども、でまあなんとかかんとかこのノルマンディ作戦が成功いたしましてですね、その確か3月後ぐらいにパリが解放されるということになります。ドイツとしてはね、何とも痛い話、ノルマンディに上陸されたと痛い話で、まあ二正面作戦をせざるを得なくなる。でこれはですね、ここからですね、パリ解放、あるいはその後のですね、あれですね、オランダベルギーを伝ってですね、ドイツになだれ込むんですけども、その間に関しては戦場にかける橋でありますとか、パリは燃えているかとかですね、なんたら大作戦、バルティ大作戦とかですね、レマンゲン鉄橋のなんたらって、いろんな物語がですね映画になっておりまして、私ほとんど見ましたけども、実は第二次世界大戦といいますと、のヨーロッパ戦線というと、皆さんこの西側のノルマンディ上陸以降のですね、アメリカ軍対ドイツ軍の戦いというものが主たるものであろうとお考えでしょうけど、違います。これ全体から言えばね、第二次世界大戦のヨーロッパの陸上の戦闘から言えば、ノルマンディ以降ドイツ降伏まで、約1年ちょいの戦いというのはですね、全体から見ると、1割は超えてるでしょうけども、2割はないかなっていうですね、実は大半はドイツとソ連の戦闘なんです。実はドイツ軍の大量の兵力はどっちに向かってたかというと、全部ソ連側なんですね。
そっちに向かって行ってソ連と四つに組んで、まさに四つに組んで、ガッツガツの陸上戦を戦ったわけでして、ノルマンディ以降ですね、ドイツ降伏までの約1年の西部戦線、西側の戦線っていうのはまあ付け足しみたいなもんでまあ確かにね、いろんなドラマあるんですけど、それに比べてドイツとソ連側のですね、スターリングラードであるとかレーニングラードであるとか、そんな後のクルクスとかですね、もうなんていうかこう、亡くなった方の数も、亡くなった方の数や10倍では聞きませんね、100倍ぐらいいるんちゃうかなというぐらいに、実は東部戦線が主役なんですけども、その東部戦線を描いた映画ってほとんどございません。もう有名なハリウッド映画はほぼないと言ってでしょうね、小さな小ぶりな映画はあるんですけどね、戦場の犬たちとかってあるんですけど、あんまりございませんので、ソ連時代にソ連の国策でですね、レニーグラードなんていう大作がございました。でもその30年ぐらい前にスターリングラードという映画がございましたね、ハリウッドの。まあこれもでもその一部を描いたに過ぎないわけでして、あの東部戦線の悲惨さを描いてはいないんですね。で西部のノルマンディ以降のですね、華やかって変な言い方ですけど、まあどっちかと明らかとした明るい感じの、まあ明るいともたくさんの人が死んでるんで悲惨なんですけど、な戦いを描いた映画が多いように思います。いやですんでね、今後ぜひね、戦争映画っていうのが大好きなんですけど、戦争好きちゃいますよ。でも戦争映画見るのは好きなんですよ。戦争映画をやるんであれば、ぜひ東部戦線の対策をね、生み出してほしいなというふうに思いました。うかとしておりましたが、昨日の6月6日はですね、史上最大の作戦。史上最大のと言いながら、実は、その翌年、ちょうど1年後のですね、1945年の5月、6月に行われた沖縄上陸作戦の方が実は規模は大きいですよ。まあ、それも余計な話ですけど。ということで、昨日はそういう日でございましたという話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。